おはよう、よく来たな。あのね、そう、最初に言っとくわ、はい、今日なんか、まあ、夜遅くまでさ新しいリック組んでて、あ、ちょビクティーのいいリック組めねえなみたいな感じで、まあ、ちょっとコーヒー飲むかって思ってコーヒー飲みながらカード整理始めたわけよ。あ、答えに出会ったね。カード整理したらなんか見つけちゃった。答えに出会った。答え見つけちゃった。でも一つ言っとく、ちょっとなんかねぐちゃぐちゃなデッキになったからあんまり自信はない。面白そうですね、うん、はい、お願いします。お願いします。よろしくな。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。先行で。よし、オッケー。よし、オッケー。こちら高校もできた。先行取った三雑に勝てないからデッキじゃないんだよ。デッキじゃない。デッキじゃない。今からやるのは仮面だ。これを受からなきゃ行動では走れない。ああ、綾瀬はるか。相当強いぞ、つまり。あ、そういうこと？お願いします。ちょっとわかりやすい言葉を使ってほしいですね。はい、いただきます。俺そいつ、そいつ落とせるのかな。110でしょ。いけんじゃん。いけるか。いや、どうせ4面つけなきゃダメだから持ってきません。はい、ザシャンと合わせて4面に。どうせそこで2枚つけるわけですよ。まあ、レシーブから出しとくわ。レシーブいくね。うん、レジェンジャーとか。はい、溶接工一つ言うと、うん、まあ耐えたよ君は。おお、いや、まあこっちもなんか意味不明なことやったからきついんだけど。時は張ってあげよう。うん、なんか余裕ぶってんなあいつ。いや俺もきついからさ。ボストラッシュかな。はい、いやボストラは怪しい。ちょっと待ってね、リセスタ切るわさすがに。はい、リセスタ2枚目切ってんじゃん。頭おかしくないそれ。お、強い強い。始めるか。よし、相手が混乱しているぞ。やめてくれそういうなんか地味に勝てそうなプレイすんの。未来見る価値あんのか本当に。それあるある。本当か。まあいいよ、溶接工で取り付けとこう。危ねえ、1枚炎で切ったら適当で終わってたやん。まあそうなんですよ。風船はつけておくわ。はい、まあ、マイクのままでいいじゃないかな。まあ、終了ですよ。じゃあ、いきます。さあ、頑張れ、俺。三振。オーロラエネルギー。オーロラエネルギー。鏡エネルギーを飛ばし。あと、入れ替えです。あ、付け替えだけじゃん。風船ついてんで、いや。褒めたらいけるやん、普通に。そうなんですよ。操作で。はいはい、はい。ゆだに。あって、時はで。はい、入れ替え。フラッシュして、水煙は下置くとか。いやー、ちょっと待って、さっき冷静にもう試合終わらせようとして変なことやったかもしれん。まあいいや、やろ、やめろ、そういうなんか倒しに行きたいけど動画的にちょっときついみたいな、そういうところつくのはさ。いや、狙ってやったわけじゃないんで、鼻ねえねえ落としたから。エンターテイメントなんだよ、対戦動画。初戦、対戦動画ね、初戦エンターテイメントなんだよ。まあ、賛否両論ある。ザシアンベンチ、クックボールでマリトラッシュ、はいはい、賛否両論だな、これ。いや、てかさ、ザシアンもうブレイブキャリバー打てるやんけ。打てよ、入れ替え打つって。ツールスクラップはできるじゃん。いや、出てきましょう。なるほどね。あ、面白いと思う。これがうちの2ターン目さ。入れ替えなすか。付け替えは？付け替えは。じゃあ、ええやんけ。打てや、俺さ。入れ替えはなしだったんで。入れ替えはなし。俺は強いな。オルタージェネシス GX。ふざけてるだろ、ほんとに。もういい加減にしろ。ポケモン通信で、リッキー武器山に移動します。はい。あ、全力でそいつ飛ばしに行くよ。言っとくけど。おっ、ブーツ。はい。まあ、一旦手札に加えます。はい。N の覚悟は捨てる。N の覚悟は捨てる。覚悟の時じゃない。そういう勝負はしない。そういう勝負はしない。ほんとに怒った。ほんとに怒った。もう絶対にそいつは飛ばしに行く、この番。ちなみにさっきのスクラッパーだいぶ効いてる。マインドリボート。はい。溶接工を上にします。N の覚悟ではない。溶接工ね。溶接工。ファイターセット。はい。1枚の、あと4枚だな。来い！かなり繋がってる。時はの森足パシを。溶接工捨てる。了解です。雷で回収。雷でね。まあ、最悪俺は、ブレイブキャリバーじゃん。ふざけんなマジで。溶接工で。はい。まあ、前につけますわ。入れ替え引く読みで。うん。で、3枚引く。はい。来い！VMAX するわ。裏に手張りはする。はい。なぜか火力が下がるが、なぜかブレイブキャリバーも耐えれるようになるので、はい、大ビクトリーで。相手のバトルポケモンがポケモン V なら120ダメージを追加。ん？おかしいね。VMAX なんで100っすね。VMAX してエネルギー3枚つけて100ダメージ。ドレッドンド見習えよ。ポケまで。オッケー。エネトラも全然いいよ。水でね、張ってそのままアルティメットレイで裏は呼べない。よし、
とりあえず肉食べにはなったの。まあでも2回殴ってミュウツー倒せばなんとかないか。1枚これはね、クイックボールでデアホンのエネルギー使います。はい、まあ回しに行くわ。いい感じです。ここでまあデデンネ食われなかったらちょっと大きめ。まあうちはもうそのミュウツーを倒さなくちゃいけなくなったね。でバリはまあどこでもいいや。はい、しといてデデジェンチでデザリンと一緒で6枚引きます。はい、俺が怖いのは、口叫んでこいつがワンパンされることなんだよ。はい、つまり何をするかっていうと、そのザシアン V を食う。グズマン。入れ替えと、これグズマン。グズマン。それグズマン。なるほど。美味しそうにしたけど、あんまり意味なかった。クロスブレイクではなくて、ライオン無双3枚飛ばしてします。そうすると、270ダメージですね。220なんで、クロスします。で、3トラで、雷ファナル。で、サイヤさん。まあ、今、軽めにわざわざですね。終わり。どう？今のグズマン。グズマンはね、結構いいと思うよ。結構いいと思う。結構いいと思う。ありがとうございます。恐縮です。ちょろっ！もういらんか。プレキャで、出れんの。ザシアンを引かせようかな。引いた。で、三振出して、なるほど。いいよ。これで、アルティメットで。仮目落ちたくないでござる。いやー3枚、はい、俺は受かりたいんださあ来いよ。しぜく前だな。なるほど。1枚これはもういらない。どうでもいい。クイックボール使います。ボリューム4トラッシュで、はい、いやゲニオンって言いながら苦戦してますけど、ちょっと待って、なんださっきのいかに終わりそうな展開からなんかいい勝負それな。これだからポケモンクラウドはやめらんねえ。本当に言ってます。いやこれ溶接工でリセッサ引くしかねえわ。覚悟だよ。これは高いね。で、トキアの森はまあ使っても使わなくてもいいけど使うわ。はい、捨てます。で、持ってきません。クイーボデレシュ、クイーボデレシゼクでレシゼクをトキアで捨てます。了解です。このカット大事だね。こうこうこう、そうですね。2枚画面だけにしとか。余計なことしたかな。まあ大丈夫っしょ。なるほどね。何をしたら気になるね。後で見よう。で、溶接工だ。はい。ギュンギュン。これでリセスターとか引かれなくて。絶対余計なことしたじゃん。絶対。危ねえ。今サイドからボス持ってきたんすよ。いや知らない知らない知らない。早く戻してくださいよ。絶対余計なことしたじゃん。もうまた広いんじゃないですかね。ね、また次があるんじゃないですか。それは。さらし見ていい。あ、さらし見してもらっていい。はい。ボス何枚ある？私らがもういるし。チップに最初に1枚落としたぐらいかな。落ちてねえわ。ふざけんな。結構引かれるやんけ。あー、やばいよ。負けちゃう。負けちゃう。負けちゃう。はい。上から3枚下でね。じゃあ、水毒、このパンもない。これを僕は下で。はい、で、3枚です。3枚だからな、言うて、まあ、引かれそうなんだよ。言うて引かれそうではある。風船は前に引けるか。で、やりゆうかん出して、サルジエで、はい。ここはまあ、抜いておこう。なんか変わるのか。じゃあ、ライエン無双2枚出して、180ダメージで。280。サイド2枚。守りなし。3枚する。はい。あー、3枚だ。ありがとうございます。お祈り！まあ風船出しちゃう。ドキ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 ドロッ。キャッシュ確認します。はい。おや、これ私らが引いてもボス取らせないよね。出てんねいる。ないよね。クロバット出てんね。オルタでもいそうなんだよ。確かオルタージェニス。オルタージェニス確かオル。クリボでマリークラッシュ。いや、これ引かれたな。これさすがに引かれるわ。さすがに引くよな。クロバット大使。ああ、なるほどですよ。時はで、チームクラッシュ。待て張りもすると。エネルギーを持ってきて。これが運命の分かれ道ってことだな。でもね、まあ引くと思う。だいたい負けてるよ。そう。俺はね、このままでいいよ。OK。何もいじらない。デバイして、ナイトアセットで5枚。5枚おいら、使う必要ない。よし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 、まだワンチャンらしい。
使う必要ないよ。何も使う必要ねえな。プレシャスボール。出てんで、サイド落ち。じゃあ、一瞬、さっきちゃんと確認してるんで。くぅ、やばい、何枚あんの。え、待って、2枚しかない。よしよし、まだある。待って、まだある、まだある、まだある。もっとあると思ってたんだけど。まだあるぞ、まだあると思ってた。まあ、3枚くらいあるとは思ってたよ。もう3枚くらいあると思ってた。一番見てないから。なんだこの勝負、もういいよ。ビクティになんかあんま活躍しないけど採用でいいよ。ね、どうしよう。違うカードゲームしてるんだよな。あーいやーいや、こんなんはもう考える余地はないんだけど、俺の本能がこれを選びたくないと言ってる今。この先に行きたくないんだよ。未来見ようぜ。5枚下で考えてもしょうがないと思うんですけどね。1、2、3、4、5枚ですか。6枚下でワンチャン耐える用具のために、なるほど、三振を了解で、風船ついてんだよね。逃げますよね。で、口だけに鳴らしたら出て、はい、それいらんことしたんちゃうんか。いや、まあ入れ替え、逃げれんぞ、今逃げる使ったから、はい。よっしゃー、やるな。よーし、あべー。まあ、ここでもし行けなかったらさすがに、まあそいつ関係なく落とせるよ。これは私はブレイブキャリーまで終わりですよ。 OK、 26段1枚引いて自分残りより、まあせっかくとかないな。せっかくとかないね。真面目に攻めないと、まあ手張りして、はい、まあこれで決まってるんだけど、エネキティ逃げるわ。はい、逃げて、まあ、なんか最後意味不明にこいつで風船があるから逃げられて、ああそうか、やっとザシアン V ができたのか。そう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 。で、まあ一応三振が表に見たとしても回収ネットでこうやってボスで呼べましたよっていうことは言っておき、はい、ダイレクトリーで気絶と、相手のバトルボケのバトルボケの V なんで120というか220の弱点の V を140バケました。ですね、ありがとうございました。なんだこれ。面白かった。いや、まあでも最初のなんか分かんない試合からよくここまでなんかお連れ込んだなと思った。試合展開が熱かったね。ありがとうございました。